はい、こんばんは、タカです。週が変わって、月が変わってというところで、様子見のスタートにはなっているかと思います。動きの方がない以上、やれることも少ないんですけども、ただね、先月の末に向けて、流れというものはありました。ポンドは強かったり、ユーロは弱かったり、あとは円なんかもしっかり売られていましたよね。そういった流れが、月が変わってまず最初にそういった流れが継続して出てくるのかどうか、その点をまずはしっかり見ていきたいと思っています。東京時間はもうほとんど動いていませんからね。動いている通貨を中心にサクッと見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。流れは週末の動画で触れている通り、見方もまだ変わっていません。こういった大きな売りを見ていくのか、波の底からの反転を見ていくのか、この攻防というのがこの間に行われているんではないかなと。ドルに関しては先月から全く動きの方が出ていません。なのでドルストレートを見ていくとちょっと動きが見えてこない、そういった場面は多そうではあります。最終最後どこを見ていきたいかというと、やっぱりこのブレイクを見ていきたいなと思っています。ただこのブレイクというのがいつどこで起こるかというのがわからないんですよね。日足の流れを見ていますから、日足が終わり値でしっかりブレイクしてこないといけない。そういった流れが見えてくるまではこの上下の壁を意識してチャートの方を見ていくことになると思います。高値ではドルは売られやすいですし、安値ではドルが買われやすい。2月に入ってね、いきなり流れの方も出てくるかもしれません。ブレイクにも十分注意はしていきたいですけども、まずはドルに関してはレンジ相場、値動きの方は出づらい環境というのを抑えてはいきたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。先月までの流れ、僕が強いなと思っていたのがこのポンド。それに対して弱さを感じていたのがユーロということになります。最後の方はこの5ドルもね、弱い場面というのが目立つようになってきましたけども、2月のスタート、まずはこのポンドが強い展開が続くのかどうか、あとはこのユーロの売りが続くのかどうか、そういったところを見ていきたいんですけども、例えばユーロドルを見た場合、今日なんかはドルも少し弱いですから、ユーロドルは動きがないということになるんですよね。チャートの方が動きがないと、全く動いていないというような状況にも感じますけども、実際のところはこの2通貨どちらも弱いという流れも出ていますから、ドルの方がちょっとね、円もそうなんですけども、少し動きの方が捉えづらい流れになってしまっていますから、このユーロの弱さ、これに関しては引き続き見ていきたいなと思っています。あとはこのポンドと5ドルですかね、この2通貨同じように今日は強いんですけども、一つは続伸、強い流れを見ていきたい。一つは5ドル、これは戻り売りを見ていきたい。5ドルの方はね、まだちょっと怪しさというのはあるんですけども、このポンドに関しては先月からしっかりトレンド出ていますんでね、この強い流れというのはしっかり追っていきたいなと思っています。あとは最後にこのドルと円との動き、ドル円も最後の方しっかり動いていましたけども、今日に関してはちょっと同期性が出てしまってますよね。こういった流れになってしまうとドル円は動かないといった状況になってしまいます。これも欧州入りによって大きな動き出てくるかもしれませんけども、この同期する動きが継続する以上はドル円の方はもう本当に動きが出てきませんので、動かない中でバタバタしたくはないですね。これも欧州時間に入ってどうなるかしっかり見ていきたいと思っています。ここからは各チャートを見ていきたいと思います。大きな時間足は週末の動画で振り返っています。概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので、そちらの方で確認をしていただければと思います。まずこちらからドル円の1時間足、日足を重ねています。日足を見ていくとも綺麗な上昇トレンドが見て取れます。足場もしっかりしています。この足場が少し長すぎたんでね、エントリーのチャンスを僕は少し逃してしまったりもしてしまったんですけども、ブレイク後はしっかり日足が連続で陽線が立っています。完全な上昇トレンドということで、今日も高値更新を見ていきたい。ただ値動きの方を見ていると、この高値更新の動きにはなっていません。まだまだね、この後動き出すかもしれません。この辺りは十分注意して見ていかないといけないとは思いますけども、もしこの辺りで値動きが止まってしまったということになると、やっぱりその原因、理由というのは抑えていきたいなと思うんですよね。要するにここには大きな壁が見えているということになりますけども、この壁、本当にあるのかどうか、上位足を見ていきたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくと下にはこの辺りにサポートが見えてきます。103円の20あたり。このサポートに対して高値、この戻りの壁というのがこの辺りに見えています。これが104円の後半。今ここで値動きが止まっていますけども、こういった流れになるんであれば、やっぱりこの辺りの戻りの高値、こういったのは意識されているんではないかなというふうに見ることはできると思います。上下に壁があることがはっきり分かれば、ここはレンジ相場と見ていけると思いますので、ここで値動きが止まるかどうか、これを見ていくのはすごく大事にはなってくると思います。ただこれは週足の流れを見ていますからね、短期的には抜ける場面というのもあるかもしれません。例えばこの辺りも1週間のほとんどは105円台で推移しているんですよね。抜けているんですけども、最終最後に潰された。こういった値動きも十分考えていくことはできますから、この辺りでね、頭が重い展開になったとしても、これは抜けないというわけではなくて、
週足が終わり値でしっかりブレイクしていくかどうか時間をかけて見ていかないといけない。週足の流れというのはそれぐらい時間をかけないとわからないんですよね。今は週足のレンジの上限です。レンジということはこのレンジの上限、ロングをしていくんであれば相当慎重に見ていかないといけない場所ということにはなります。ただし先週からしっかり買いが入っていますからね、短期的にはこの流れについていきたい。どちらの流れを見ていきますかというところで、僕はやっぱり短期的な流れからしっかり押さえていきたいなと思っています。ただしその代わり、割れてしまったらどうするか、サポートがなければどうするか、そのあたりの答えというのはしっかり用意はしておきたいと思っています。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。4時間足を見ていくと綺麗な上昇トレンドは見えていますけども、今はこの流れは止まっています。高値圏でのレンジ相場、上下の壁、特に下の壁ははっきり見えてきていますよね。ならばこの壁を基準にトレードはしていけばいいんではないかなと思います。割れなければもうロングという形で見ていけると思うんですけども、問題はこれ割れてしまった時ですよね。仮に割れてしまったとしても上位の環境というのが大きくすぐに変わるかと言われると、それはちょっと難しいんではないかなと思います。それよりはまずは押し目買いを見られるんではないかなと。この押し目がどこになるかというのを見ていくような流れになってくるんではないかなとも思いますけどもね。ただこの足場が崩れたという事実、これはしっかり残りますから、この高値からの売りの流れ出てきてもおかしくはないわけで、ロングを見ていくんであれば短期的な下落の流れ、これを止めて反転させないといけない。それだけの時間はかかってくるということになります。今は日足でしっかりトレンドが出ていますからね、こういった流れになってしまうと日足のトレンドも止まってしまうということになります。いろんな時間足が調整局面に入ってくるということになりますから、チャートを理解していくのは少し難しくなってきそうではあります。ただ今はサポートされていますからね、ちゃんとサポートされている間はシンプルな流れをしっかり追っていきたいと思います。割れてしまったらしっかり考えていくことになりますね。ドル円、週足のレンジ上限には当たるんですけどもね、上値が重いかもしれませんけども、それでもまずはドル円はロングを見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。僕はこのユーロの弱さ、これをずっと1月中見ていたんですけどもね、実際値動きを見てみると大きな下落の流れになっています。ただここ最近はもう動きが出ていないですよね。上下に壁が見えています。この壁に挟まれたレンジ相場、ただこのレンジの幅がすごく大きいですからね、この中の動きを追っても全然問題はないとは思いますけども、ただ今のこの位置というのはレンジのど真ん中、この辺りからどちらに動くのかを見ていくのは正直少し難しいと思います。上下に壁が見えていますからね、この壁に引きつけてということにはなってくるんじゃないかなと思います。今は壁からかなり距離がありますからね、壁に近づいてくるまでは様子見でもいいんではないかなと思っています。はい、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。ユーロ円が結構強いんですよね。先週の金曜日、特に強い動きになっていて、この辺りは週足で見てみるとレンジ相場になっているんですけども、このレンジの上限までは来ています。なので、ドル円と似たような感じですかね、週足のレンジの上限にはいるんですけども、直近の動きはすごく強い。でも目の前には壁がある、どちらを見ていきますかという環境ですね。僕はドル円に関してはね、もう上昇トレンドというのがしっかり見えていますから、ロングを見ていきたいと思うんですけども、このユーロに関しては先月から僕はこのユーロの弱さを見ているんですよね。今は少し流れ止まってしまっていますけども、まだ2月に入ったところということで、この2月に入ってからの動きというのが見えていません。ならばまずは先月までの流れの継続、それを考えていきたいなと思うんですよね。つまりユーロが弱い展開、ただ先月の木曜日金曜日と円が売られてるんですよね。すごく円が弱いからこの線全般が上がってしまっているという背景があります。どれだけユーロが弱くてもそれ以上に円が弱ければ、チャートの方は上昇してしまいますんで、特に円の動きには注意はしていきたいなと思うんですけども、ただ僕はもうこのユーロの弱さ、これをまだ引き続き見ていますからね、この辺りで上値が重くなってくるんであれば、この壁をバックにショートというのは見ていきたいなと思っています。そのためにはまずはこの下のサポート探しですかね。サポートが見当たればショートを見ていくんであれば、このサポートが崩れる瞬間、そういったところを見ていけばいいのではないかなと思いますんで、そのサポートが見えてくるまでもう少し時間はかかってくるかもしれませんね。なのでこのユーロ円戻り売りを見ていきたいなとも思うんですけどもね、まだまだ慌てるような時間帯場所ではないかなとも思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。目の前には週足レベルの大きな壁、この壁に対して足場を作っていけば、この壁を抜くための足場ということになりますけども、ただ僕はユーロの弱さを見ていきたいですから、流れとしては反転を見ていきたいなと思っているわけです。そのためにはこの足場が崩れてこないとね、下落の流れにはなってこないわけですから、まずはこの下のサポートがどこにあるかというのを把握していくのが大事になってきます。
下落の流れを見ていくのはその後かなと思いますんでね、まあ、ユーロ円に関しては様子見でもいいんではないかなと思います。今日の値動きを見ても大した動きにはなっていません。むしろ調整色が強くなってきてると思いますんで、よりねこの下のサポートや上の天井部分、こういったものがはっきり見えてくる流れになってくるんではないかなと思います。はい、こちらがポンドドル1時間足に日足を重ねています。ポンドに関してはこの高値圏でのレンジ相場、先月から続く大きな強い流れになってきますけども、この辺りは壁があったんですよね。この壁を抜けたところでレンジを作っています。足場を作っているということで、この足場崩れなければいずれこの高値は抜けてくるんではないかなと思っているんですけども、ただし今はまだレンジなんですよね、抜けていませんから、高値でのロングポジション、これは十分に注意はして見ていかないといけない場所ということにはなってきます。レンジという形が崩れない以上はね、ロングを見ていくんであれば基本はレンジの下限から拾っていくことになりますんで、今の位置で手を出すのは難しくなってきますよね。それでも買っていきたい、強い流れを見ていきたいというんであれば、短期足でサポートを見つけていく必要があります。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。目の前には大きな壁があるわけですけども、この壁の抜け、ロングを見ていくんであれば、この辺りに少しサポートがやっぱり欲しいですよね。なぜならこの場所というのは日足で見ればレンジの上限に当たります。普通はレンジの上限でロングをするなんてことはしないわけですよね。それでもブレイクを見ていくんであればやっぱりロングを入れていくことになりますけども、その場合ね、やっぱり抜けなければどうするか、これは結局レンジの中に戻ってきてしまうわけですから、今度はレンジの下限に向けた動き、こういったのは出てくるかもしれません。こういった下落の流れを判断するための下のサポート、これがどうしても必要になってくるとは思います。今はこのサポートがあやふやなんですよね。今ここにラインを引きましたけども、ここかもしれません、ここかもしれません。はっきりとこの辺りが下の短期的なサポートになっている、そういったのを見つけることができるチャートに今なっていないんですよね。ポンドドルは僕は強い流れを見ています。どこかでロングをしていきたいなというふうにも思っています。ただ下のサポート、短期的なサポートをなかなか見つけていくことができない、エントリーがすごくしづらい状況というのが続いています。この後時間が経過することでローソク足が増えていって、レジサポというのが見えてくるかもしれません。まあそうなってくればね、まあトレードの方もやりやすくなってくると思いますけども、現状までよくわからない状況で、例えば高値ブレイクの流れが出てきたとしても、この流れには乗れないですよね。そうなってしまったらもうそれは仕方がないかなと思います。今はレンジですから、レンジの下限に向けたこの動き、ロングを見ていくにしてもね、やっぱりこの下落の警戒というのはしておかないといけないとは思います。なので、まあもう少し時間が欲しいですね。下のサポートをはっきり見ていくための時間というものが必要になってくると思います。見えてくれば、そこからロングは見ていきたいと思います。はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。僕が監視をしている通貨の中で今一番勢いのある通貨ですね。レンジ相場が見えていたんですけども、このレンジは先週もしっかりブレイクしてきています。日足のトレンドがしっかり出ていますよね。高値更新が続いていますから、今日もこの高値更新はしっかり見ていきたい環境にはあります。ならばメインシナリオは、なるべく下の方でサポートを見つけて、そこからロング、高値抜けを見ていくということにはなってくると思います。今はこの高値を抜けていくかどうかという場面になっていますけども、ただね、まあ、強い流れではあるんですけども、ロングを見ていくんであれば、この高値圏でのロング、これはやっぱり気をつけていかないといけないとは思います。どうしてもこういった壁ってね、上に下にと振らされる場所にもなってきますから、しっかりした壁なんであればね、まあ、そういったところを基準にというのは見ていけると思いますけども、まだこの壁もね、機能できた新しい壁ですから、どういった値動きをしていくかというのはちょっと読めない部分がありますよね。まあ、ロングを見ていくんであれば、なるべく下に引きつけてということになりますし、ショートを見ていくんであれば、まあ、確かにここ壁になるかもしれませんけども、日足で見ていけば上昇トレンドが出ているわけですよね。流れを見ていくんであれば、まずはこの流れを止めてからでないとショートを見ていくのは難しい。今はまだショートを見ていくのはタイミングとしては早いのかなというふうに思います。なのでメインシナリオは下の方に引きつけてのロングということになりますけども、現在地がかなり高いところにあります。この辺りでやれることが少ないですね。朝のうちにしっかり拾っていくか、はたまた今は様子見をしていくか。欧州時間に入ればまた動きも出てくると思いますんでね、その値動きを組んでこの先の流れを見ていくことになると思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。じゃあ今日の朝のうちにね、この下の安いところで拾えたのかと言われると、少し難しかったかもしれません。今日の朝の段階ではここがサポートになるかどうかというのは分かりませんでしたからね。もう少し時間をかければこの辺りからのロングを見ていくのはできたと思いますけども、少しね、まあタイミングとしては流れが出てくるのが早かったかなといった印象はあります。ただね、まあ、慌てないことですね。今はここで高値圏でレンジを見ているんであれば、このレンジ崩れなければ再度この下の方にね、値動きが来るかもしれません。
ただね、まあ、ここでしっかり流れが止まるかどうかというのは実際のところは分かりませんから、今の値動きというのも見ながら、サポートが見えてくれば、まあ、反発を見ていくのは面白いと思います。仮に割れてしまったとしても、ポンド円はかなりチャートの方強いですからね、次は押し目買いを見ていくことにもなると思いますけども、ただそれでも足場が崩れてしまうという事実は残りますんでね、短期的な売りというのは出てくるかもしれません。判定を見ていくためにはこの売りを崩さないといけないわけですから、まあ、それなりに時間というのはかかるかもしれませんね。なので、まあ、日足のトレンドを見ていくんであれば、このあたりのサポートを見ていくのは面白いと思います。割れてしまったら一旦は投げ。別にチャートの方が大崩れしそうだからロスカットをするわけでもないんですけどもね、まあ、チャートの方が一旦は崩れる、一旦は調整局面に入るかもしれないということで、逃げるというのも一つの選択肢にはなってくるんではないかなと思います。今は強いですからね、下のサポート、143円の40、50あたりですかね、このあたりのサポートは強く意識をしてチャートの方を見ていきたいと思います。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。今日5ドル強いんですよね。日足の流れを見ていてもしっかり陽線が立っています。ただし、僕はこの5ドルドルに関しては少し怪しさを感じていて、まずは今までサポートされていた場所、0.76 の60あたり。このサポートを金曜日割っているんですよね。この事実というのをしっかりまずは押さえていきたいなと思っています。つまり、まあ、大事なサポート割っていますから、売りの流れを見ていきたいなというところでの戻り局面ということになりますから、見ていきたいのはまずは戻り売り。ただそのためにはここに壁を見つけていかないといけない。そのあたりの壁を短期足で探していくことになります。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。日足で見たサポートされていたところ、0.76 の60あたり。このあたりで見ているんですけども、短期足で見るとあまりサポートになっているように見えないのもあるんですよね。下に抜けたり上に抜けたり。今回ね、このあたりぴったりで反応はしているんですけども、これで4時間足しっかりサポートされたと見るのは少し早いかなというふうには思います。短期足で抜けてしまうような場面も出てくるかもしれませんね。どうしてもね、こういった大きな足のサポートというのは短期足で見ると少し抜けてしまったりもしますんで、そのあたりはね、まあ、気をつけて見ていきたいなと思いますね。ただ5ドルは戻り売り、これを見ていくという方針に変わりはありません。メインシナリオはこういった戻りの高値、抜けてこなければ戻り売りをしっかり見ていきたいなと思います。はい、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル円は少し動きが分かりづらくなってしまいましたね。僕はこのあたりに2つの塊を見ています。1つがこの一番高いところ。ただこれはもう足場崩れてしまいましたね。下の方に抜けています。今は2つ目の足場を作っている最中で、まあレンジ相場ですよね。そして今の現在地はこのレンジの真ん中。真ん中に80円も走っていますから、この80円を行ったり来たりしているという動きになっています。大きな流れを見ていけば、上昇トレンドからの押し目買い、これは当然見ていくことはできると思いますけども、この塊が切り下がっている、この事実というのを抑えていけば、この高値からの売りの流れを見ていくこともできるわけです。この攻防というのはこのレンジの中で行われていて、そしてまだ決着というのはついていないのではないかなと。なので、この決着がついていない段階で、この枠の中でトレードをしていく分には少し難しい環境になってくると思います。そしてこの枠からはみ出たところ、こういったところやこういったところ、まあ、当然抜けを見ていくんであればね、こういった値動きには反応してしまいやすくもなりますけども、これも大事になってくるのが、日足の流れを見ていますから、日足の終値がしっかりブレイクしてこないといけない。短期足が抜けただけではわからないんですよね。直近で2回、しかも下に上にと、短期的に抜ける場面というのが見えていますから、同じようなことがすぐにまた起こるかもしれません。大きな流れを見ていくんであれば、日足の終値、ね、ここは十分に気をつけて見ていきたいと思っています。なので、まあ、5ドル円はね、そういった流れが見えてくるまでは手は出しづらい環境ということになってしまいますかね。今日は5ドル強いんですけどもね、だからといって買いたいなとも思いませんし、だからといって売りたいなとも思わないんですよね。レンジの中の動き、さらに今はど真ん中。80円に絡む動きというのもずっと続いています。僕はもう様子見でもいいんではないかなと思いますね。はい、ということで、ドル円少しね、今の時間、買いが入ってきているようにも思います。この下のサポート意識されましたかね。ただまあ大した動きではないと思います。こういったね、動かない相場をじーっと見ていると、小さな値動き、こういった値動きに反応してしまったりもしますけども、一歩引いて相場の方を見ていくとね、すごく小さな値動きですからね。あまり慌てて判断はしないようにしたいですね。ただそれでも、僕はこのドル円に関してはね、やっぱり日足のトレンドが出ていますから、高値更新は見ていきたいなと思っています。同じく、こちらポンド円なんですけども、つい先ほどですね、この高値を更新してきました。いい流れ続いていますよね、日足の高値更新。あとはしっかりこの高値付近でキープさえすればね、明日にも十分つながる動きだとも思います。
ドルの方がはっきりした動きをしてこない中で、でもちゃんとトレンド、流れが見えている通貨というのは出ています。2月に入ったところですからね、こういったトレンドが継続しているのかどうか、この部分に注目をしていきたいと思います。今回は以上になります。大きな環境認識などは週末に動画の方で触れています。概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので、参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。